というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネル中2です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、モンスターストライクモスト、こちらの実況をやっていきたいと思います。その前にですね、モストミニオくじ3日目開催中ですので、ちょっとまあこちらをね、試しに引いてみたいと思いますよ。まあ今まで私はこの2日間ログインボーナスでございましたが、結構当たったって報告多くて、今回なんで私もちょっとね、この期間中にね、一回ぐらい何かしら、ちょっといいものが当たればいいなと思ってるんですけども、なんとか当たったよとかあればね、ぜひコメントとかでいただければと思います。じゃあ行きましょう!挑戦する。挑戦。はい!ではですね、気を取り直しまして、こちらの元気重心祭で、今日の12時から開催されたこちらの重心祭を弾いていきたいと思います。今回元気重心祭なんですけども、新キャラワルプルギスがね、もう皆さんご存知だと思うんですけども、来ておりまして、こちらの神化が、爆絶のマグメルさんに適正ということで、で私、この間マグメルさんの時はですね、別の番組の生放送が被ってしまって、ちょうど挑戦が全く一切できてなかったので、このマグメルさんをね、次回挑むにあたって、このワルプルギスさんがいればいいなということで、ちょっと弾いていきたいと思います。私、ナイチンゲールさんも持ってなかったりとか、アマクさんも実はあの MV ですね、あの、モンストの映画がやった MV の天草さんしか持ってなかったりするので、天草さんが出ても嬉しいので、結構今回はがっつり弾いていきますね。今回は70連弾いていきたいと思います。はい、こちらのワルプルギスさんの神化なんですけれども、ギミックがマイスイーパーと超アンチワープということで、で、この超アンチワープっていうのが新しいアビリティになるんですけれども、バーブの数ほど攻撃力が上がるらしくて、この神化のワルプルギスさんがなんかスピードとパワーアップの SS じゃないですか。なんで、もしかしたらすっごいダメージが出るんじゃないかっていう、ロマンがあるじゃないかっていうことで、どっかで使ってみたいですね、ぜひね。進化のワルプルギスさんはマリー視点適正で、神化のワルプルギスさんは大黒天マグメル、イザナギゼロですね。イザナギゼロでも楽しいですね。ワープもいっぱい出ますし。はい、というわけで早速、前置きが長くなってしまいましたが、早速弾いていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。10連目ストライクショット。こっちはダメなんでね、こっちがいいんだよね。じゃなくてこっち、キルベロスがやばいな。やばいな、これ。おー、サタン来たー。めっちゃ当たりですね。まあ昔はね、サタン格好みたいな感じだったんですけどね。今はめっちゃ当たりですね。まあ、結構持ってますけども、まあサタン嬉しいです。続いて20連目いきたいと思います。ナイチンゲールか、天草か、ワルプルギスが欲しい。セレクション。おー来たー、もう一回、もう一回。行きましょう、もう一回。やばっ!ちょっと待って、来てる。マジで来てる。行きます、ストライク、ショット。おー、すごくないですか?止まってほしいです。うわ、リスかな、うわ、リスかな、ええー!トール出た。いいアリスやばくないですかこれ。なんだろう、なんだろうね。いや、アリス持ってんですよ。あの、ちょっと艦隊組めるぐらい持ってるんですけど、艦隊組めるぐらい持ってるんですけど、なんだろうね。斜め上も行きましたね。なんかもう出ない気がする。30年目。いやー、30年目いきます。すごいな、もう一回の破壊力。ストライクショット、びっくりしたー。アリス3連続とか見たことないよ。待って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 。あ、やばくない？え、来た？嘘！あー、持ってなかった。ノーマルアグナムートさんですね。え、やばー！アリス4体来た。30連だっけ ?30 連 ?30 連でアリス4体来た。やばー。40連いってみたいと思います。ちょっと待ってね、ストライクショット。違うんだよ、でもな。いや、嬉しい。アグナムートさん、ノーマルアグナムートさん持ってなかったんで、めっちゃ嬉しいです。もうダメだな、もうダメだ気がするよ。
やいや、これが普通でしょう。いや、これが普通だよ。いきます。50連目。マジで？ちょっと待って。アリスを4体引く引きがあったら、ちょっと1体ぐらいと、なんか天草さんとかナイチンゲルさんとか欲しかったな、ストライクショット。っていう思ってしまうんですけども。びっくりしたわ、本当に。あ、もうやばいよ、ほんと、ほら、ツケが。ほら、ほら、ほら、ほら。はい、こういうことですよ。こういうことですよ、確率が収束するってことは。いきましょう !60 連目。確定。ダメだね、ダメだね、これダメだわ。アラジン。もうロキ、ロキ嬉しいですね。まあ、持ってんですけど、まあ、ロキは強いです。ロキ。待って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 。めっちゃ出てるけど、めっちゃ出てるけど、ちょっと違うんだな。どうしよう。もう行く？追加で。いけます。いや、ワルプルギス欲しいなー。てか、ナイチンゲールかマクソン欲しいなー。劇重心さん、ほんと出ないんだよな、結構回してるけど。おー、岩戸さん、2体目ですね。嬉しいですけど。いやー、もうちょっといくかー。はい、というわけでこのままちょっとシリスモビーだとちょっと心残りがものすごくあるのと、ワルプルギスさん、まあ、せっかく来たということで、ね、追加ね30だけいきたいと思います。マジでお願いします。80連目ですね。確定。いきます。ストライクショット。いや、マジアリス3つ出る運勢を別で使いたい気持ちでいっぱい。おー、来た！サナパイちゃんが今更来てくれましたね。嬉しいですけど。嬉しいです。そんなの持ってなかったんですよ。何気に。なんで、ちょっと、妹さんなんですけど、まあ嬉しい。まあ行きます、90年目。はい。行きます。ストライクショット。マジ、尻すぼみだな。まあいいけど、嬉しいけど。新キャラはいっぱい出てる。新キャラも出た。アクドムとサラダ。お、わかりた。お、ダッキー。まあまあまあ、ラッキーちゃんも、ラッキーさん3体目ぐらいかなと思う。3体目か4体目ぐらいですね。ちょっと待って、ほんときついな。ちょっと待って。きつくないけど。新キャラ欲しいな。いきます。まあ、こんなもんじゃ出ないっすよね。新キャラは。いきます。ストライク、ちょっと。もうこれでラスト。マジで。刺身のコルセアちゃんですね。ワイルドキャット。いやー、マフェル欲しかったな。結構欲しかったな。結構欲しかったな。まあ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 、劇重心祭ね、今後もあるので、もしかしたらちょっとみんなのガチャのちょっと動画を見てテンション上がったら引くかもしれませんけど。うわー、イザナギゼロとかで使いたかったな、ワルプルギス。ということで。ではですね、ここで今回の100連の結果発表をしたいと思います。サダン、アリス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 。アグナムーと、アグナムーと X、アラジン、ロキ、岩通し、ジュ、サナデキムラ、ガリバー、ダッキー、コルサ、14体 !100 連で14体出ました。まあ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 、
率的にはものすごい、なんか途中すごい尻すぼみましたけれども、まあ、最初の確定からのアリスさんの衝撃がまず強すぎて、ちょっと結構本当にびっくりしてるんですけど、ちょっとアリスさんを連続で当てる運を別のところで本当に使っていきたかったなっていうところではあるんですが、今回はちょっとマルプルギスさんゲットならずということでした。皆さんはね、劇中心さえ引きましたでしょうか？よければね、こんな感じだったよとかコメントをいただけると嬉しいなと思います。この動画少しでも楽しんでくださった方は、ぜひ評価とかコメントとかよろしくお願いします。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ラスト、じゃんけんいきます。せーの、C6 のじゃんけん最初、にゃん、じゃんけん、ぽい、パーです。なので、チョキの人は明日行くことあるかもよ。そして、チャンネル登録まだという方は、こちらのボタンをトップバタークリックで登録できますので、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらもぜひぜひチェックしてみてください。そして、Twitter は、@白黒チャンネルでやってます。たまにマルチ募集とかするので、こちらもぜひぜひフォローよろしくお願いします。ということで、本当にご視聴最後までありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。